はい、皆さんどうも、耳下一部、久しぶりに耳下ですね、久しぶりに耳下なんですけど、よろしくお願いします。そう、たくさん届いてますよ、嬉しい。じゃあよろしくお願いします。始めていきたいと思います。今回こういう感じ。今日はこれが届きます。じゃあ自分行くね、行くね。じゃあささやんさん、メッセージないけどありがとう、ありがとう、ささやんさん。ささやん、ありがとう。続いて佐藤さん、カウントダウン TV で AKB48 を見てみゆちゃんの大ファンになりました。武道館コウさん楽しみにしてます。嬉しい。カウントダウン TV って初披露の日かな。嬉しい、佐藤さんありがとうございます。嬉しい。カウントダウン TV さんでね、フル披露した時すごい緊張した。はい、佐藤さんありがとう。あ、よくま、もう少しでチーム公演が終わってしまいますが、今までで一番思い出に残っている劇場公演は何公演でしたか？いや、たくさんありすぎるけど、やっぱデビューしたパーティー始まりよ公演はやっぱ思い出が残ってるかも。よくま、よくま、あ、クマの絵描けばよかった。よくま、ありがとう。次、ゆき、あ、ゆき、これからも AKB48 を引っ張っていってください。応援してます、ありがとう。引っ張るね。引っ張れるかな、引っ張っていくね。でもね、まだやっぱ力足りないので、皆さんそばにいてくれるとすごく心強い。ゆき、え、はい、ゆき、ありがとう。はい、次、たかし、たかし、たかし、2019年8月に行われた8の広島ツアーで婚姻落としゲームに参加して一言話して以来、今回にも変われない握手会初参加でみゆちゃんとお話しする機会を得ました。何を話したらいいか悩んでます。本当に楽しみにしてます。広島ツアー懐かしい。そうだね、婚姻落としやってたよね。そうじゃん、そうじゃん。何話そうかな、コイン書いとこ。全然コインに見えないけど、はい、たかし、何話そうかな。じゃあ最近の私の好きな髪型を考えておいてください。たかし、ありがとう。次、ならちゃん、ならちゃん、いつか下尾ちゃん、下尾さんのビンタを食らいたい。しないよ。ならちゃんへビンタなんてするもんか。なるちゃん、ありがとう。パン。次、ニコラス、ニコラスさん、ゆうちゃん、ヴィラン、ペコパンと悪魔での役本当におめでとう。ボルドゥールとして演技が素晴らしかった。ウィーチの使用するしね、フランスから、フランスの方だ。ボンジュール、ボンジュール、ボンジュール、ニコラス、ニコラス、ボンジュール、ニコラス、 Thank you。 サトル、やっとサムネイル公演に行けました。ミュージアムのパフォーマンスをライブで見て改めて魅了されました。大学もラストスパート頑張って。ありがとう、サトル、頑張るね。サトル、ありがとう。サトル、ありがとう、また待ってるね。
あやかんちゃん、あやかん、改めてみゆちゃん選抜受験おめでとう。たくさん頑張ってるみゆちゃんを見て私も仕事頑張ってます。このシングル、あ、ずっと大好きだよ。このシングル3人とも選抜なのかとても嬉しいので、またスリーショット期待してます。またスリーショット撮るね。あやかんちゃん、そう、小田月タオ、小田月タオでまた撮ります。ありがとう、ありがとうございます。で、通る通る通る、ありがとう、ありがとう、トール、ありがとうございます。ひろし、あ、ひろし、みーちゃんこんばんは。先発受けとサイン会の参加嬉しいです。先週のチーム保護園 よかったよ、楽しかったよ、キレあるな、もう最高でした。先週楽は取れていただきます。また来月の握手会も楽しみにしてます。じゃあ大好き、ありがとう、ひろし、ひろし、ありがとう。ひろし、後でゾロ、テーブルにちょっと文字ついちゃった。ひろし、ありがとう、また公園で会おうね。ケント、ケント、みゆちゃん選抜受験おめでとう。泣いた、これから披露の衣装もパフォーマンスも楽しみにしてるね。たまにデコ出しもお願いします、ケントはデコ出しが好きなんや。そっかそっか、ケント、まあまた気が向いたらやりますね。ケント、ありがとう。で、イーグルイーグルさん、こんばんは、みゆちゃんいつも素敵な笑顔ありがとう。進化し続ける推しちゃんは最高です、ありがとう。これからも進化するねイーグルイーグル、うん、これからも自慢の推しちゃんでいます。大地、みゆちゃん選抜受験おめでとう。なかなかお話し会に行けてませんが、みゆちゃんのことは陰ながらになってしまってるけど応援してるよ。今回のシングルではオンラインになってしまうけど、嬉しい、大地オンライン待ってます。大地嬉しい、大地、じゃあオンラインで会えるの待ってるね、ありがとう。リツカ、立花リツカ、めっちゃ名前おしゃれやん。立花、漢字書けるかなこれ、立花リツカ、花っぽいから花のマーク、はい、リツカ選抜応援してくれてありがとう、またね。ポカポカ、選抜席嬉しいよ、寂しかったよ、ありがとうか、嬉しい、やさあ、漢字間違えた、あ、いや、いけたいけた、おか、ありがとう、嬉しい、砂糖砂糖、拾うか、拾うとう、何をきっかけか分かりませんか、気づいたらいろんなテレビ番組に目で泳いになってました。なぜこの子今まで幼かったのかと改めて思いました。まだ公園行けてないので使えることを願ってます、待ってます、ひろとうひろとう待ってます、ありがとう。わっちー、ファンミリハキノスダンスのポーズをした、あー、わっちー覚えてる、マジあの写真は良かった、あのポーズは確かに思いつかなかったな。わっちー、ありがとう、ありがとう。ヒーロー、ひーちゃんこんばんは。まだまだ暑い日が続きますが、お体気をつけて過ごしてくださいね。早く秋になって大好物のさつまいも料理をいっぱい食べたいです。私もさつまいも大好き、さつまいもご飯が好きだな。感動 CD 届いたらいっぱい聴いて、サインもまた大事に飾りますねって、はい、じゃあこれ早く届くの楽しみにしててね、ありがとう。おとともおんちゃん、おんとも、おんともおんちゃん、おんともおんちゃん、おんさんのことが頭によぎったな、
選抜行きおめでとう。たまに劇場公演でみゆちゃんを見かけたりしてますが、みゆちゃんのパフォーマンスを見れてとても嬉しく思ってます。これからもいろんなイベントでウパーとノーのお茶を持って、あ、嬉しい。なるほど、おんとも、おんちゃんまたね、ありがとう。みほありがとう。みゆちゃん選抜おめでとう。こうしてまたみゆちゃんにサインを書いてもらえることが、ねえ、ほんとだよね。ありがとう。これからもたくさんのメールでみゆちゃんのパフォーマンスのやつね、応援してます。ありがとう、頑張るね。ありがとう、みほー、ととえぶり、ありがとう。あ、待って、やってなかった。みほありがとうね。やすたか、やすたか、選抜受験おめでとう。本当に嬉しいです。これからもいろいろな場所で活動楽しみとか応援してます。ありがとう、やすたか、ありがとう。あ、あゆ、私が AKB48 ファンになってきっかけはリップグロスでみゆちゃんを見つけたこと。え、知らん。嬉しい。美人で笑顔が可愛くて、パフォーマンス姿も小柄も魅力的で、5月に初めて、ありがとう、あゆ、嬉しい、嬉しい、あゆありがとう。あ、はちゃん、はちゃんだ、りん、おだみゆが好きなはちゃん、みゆちゃん、はちゃんで覚えてくれてるかな。やっとみゆちゃんのリベンジしたこれで嬉しい。おめでとう、何事も頑張ってるみゆちゃん、心の底からずっと大好きです。これからもずっと応援してます。ありがとう、はちゃん、またね。あ、なんなん、アイドルなんかじゃなかったら、なんなん、アイドルなんかじゃなかったら選抜でおめでとうございます。多分ね、でどれだけのみゆちゃんが登場して、あ、確かにお花作ってるからね。マイクを受け取るみゆちゃんの横とポーズってもっともらえるのだ。ジー、なんなんジー、ありがとう。魚、え、魚さんや、魚、魚、魚、今日はショールーム見られなくてすいません。オンライン話し会で会いましょう。オンライン話し会待ってます。ありがとう。あ、ミュコム、ミュコムさん、ミュコムさん、ミュちゃん選抜で心からおめでとう、いつも応援してるよ。ありがとう、ゆうゆう、ゆうゆう、おとといぶりだ、ゆうゆう、いやー、こんにちは。改めて選抜復帰おめでとう。7月の横浜お話し会に情けないほど泣いたのがもう懐かしいね。これからもずっとずっとみゆみゆらしく愛しててください。最後の最後までずっとみゆ髪をしていきたいと思います。ありがとう、ゆうゆう、またね。あ、ミヒーさんだ、ミヒー、ミヒー、選抜おめでとう、頑張ってるみゆちゃんずっと応援するよ。ありがとう、ミヒー。あ、一応、選抜おめでとう。これからも選抜してるの可愛い、立派な、でもちょっぴり天然なみゆちゃん見てほしいな。これからも見ててほしいな。これからも応援し続けるよ。ありがとう。これからも私らしく生きていきます。プレシー、アンニョンハッセヨー、嬉しい。あ、間違った、文字間違えた、どうしようかな、どうしようかな、ちょっとなんか顔文字みたいなの作った。選抜おめでとう、久しぶりに横浜で話せてよかった。覚えてる、覚えてるよ、キュッケーよ。日本語会を久しぶりにしてめちゃくちゃコミュニケーションしたのかな。次は話がうまくできたらいいな。うん、いるものをチャレッサよ、カムサミンだ。ベンジャミン、え、ベンジャミン、嬉しい、ベンジャミン、選抜復帰おめでとう、これからも応援してます。ベンジャミン、ありがとう、あね、
スタンリー氏、いやせよ。選抜復帰おめでとうございます。ミヤイモの AKB の魅力を知らせることができるカメラで必要な人だと思います。ありがとう、からも頑張るね。よしめげすみだ。山ちゃん、山ちゃん、アライグマの絵ちょっとどうしたらいいかわかんないけどハート書いとく。62枚目シングルリリース選抜復帰おめでとう。おかえりなさい。輝いてるみーちゃん見ることができて嬉しい。いっぱい見ちゃう。いっぱい見ていっぱい聞いちゃってください。ありがとう。あ、埋めた、埋めた。選抜復帰おめでとう。あの選抜発表の時の嬉しさはきっと一生忘れられないと思います。そんな素敵な思い出もたくさんの幸せもくれてありがとう。この先もみゆちゃんに期待させていきたいです。これからもどうぞよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いします。ありがとう。めた。続いて LC1203、 LC1200、 ヤクルト1000みたいな名前やね。見れば笑顔で輝けるようにほんのわずかでも力になれた光栄です。ありがとう LC1203。 はい、ウィンザー、ありがとう。ウィンザー、ウィンザー、改めて選抜復帰おめでとう。ユニットサイン初応募なんや。初応募。ミュウの考え方や姿勢をいつも尊敬してます。これからもいろんなことを一緒に楽しんできて嬉しいです。楽しんでいこうね、これからも。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。トシージャケンさん、トシージャケンさん、ミュウちゃんありがとう。今年はいっぱい会えてぶち嬉しいね。嬉しい。選抜でも非選抜でもずっとセンターだからと言ってたけど、やっぱり選抜期おめでとう。選抜ある質が増えて大好きなミュウの笑顔にいっぱいある。嬉しい。ファイトジャケ、また後で、また後で。ありがとう。みつる、お、みつる、みつる、みつる、選抜期おめでとう。ありがとう。みつる、ありがとう。体にピースさん、お、体にピースさん、体にピース、カルピース。はい、みゆちゃん選抜続き最高です。演技も歌唱もどんどん成長していくみゆちゃん、これからも極東ロシアから命をかけて応援させていただきます。みゆちゃん最高、ありがとう、ありがとう。これからもよろしく。あ、科学先生、あんにゃせよ。科学先生、今日はみゆちゃんが山口宮中イベント、そして初の選抜メンバーとして発表。5周年になる日なんだ。今知った。今まで頑張ってくださったみゆちゃんに心から感謝いたします。ますます有名なことを願って。ありがとう、すごいいい日にリミストできて嬉しい。またね。ナブ、ナブ、ナブ、ありがとう。みゆちゃん久しぶりです。新年のメッセージがまさに昨日のことに感じられますが、もう2023年の終わりを目前に、そうだよね、目前にしてます。そして目標にしていたものの中で一番不十分な部分がありましたか？でも結構今年目標にしてたことは、選抜に一度落ちちゃったけど、でもちゃんと復活できたのでできてますね。不十分なところなし。ありがとう。ぬこっぱ、ぬくおっぱ、いつもみゆ大好き。ジンクスがやっぱり破るもの。選抜復帰おめでとう。いつかは言ってたけど、あやとりなんかじゃなかったら多分天使になってたと思います。次のシングル選抜楽しみにしてるよ、ぬこっぱ。ありがとう、天使。ありがとう、かまさみだ。柳、ありがとう。柳、嬉しい。みゆちゃん改めて選抜復帰おめでとう。
からは曲の1サビに乗せてね、アイドルなんかじゃなければタンカツ週に行けたのに、今日も歌ってくれてありがとう、今回のシングルイベントも一緒に楽しもうね、ありがとうありがとう柳。ザーゼロザゼロシー帰り62番目のシングル選抜へ、ミオフメ様カムバックおめでとうございます。今回のシングル活動を通してより多くの方々がミオフメ様の魅力にハマることを願ってます。いつもいい幸せ、いつも応援してます、ありがとう。ザゼロシーカムサンダーティータクチョン、難しいネジ、難しいネジがなんて書いてんだ、書いてるかな、こっからはいけるわ、よし、リータンクチョンシー、素晴らしいパフォーマンスをありがとう、ありがとう、ありがとう、ウィング、あ、ウィングだ、ウィング、ウィング、武道館楽しみにしててね、ありがとう。デビット、デビットありがとう。デビット。アメリカからこんにちは。9年間 AKB48 ファンです。ナルタオチャンネル見るのが好きです。嬉しい、ありがとう。これからも楽しみにしててね、ありがとう。Thank you。カゴタン、カゴタン。乃木坂のさくらたんこと、今回はかごたんでお願いします、そのまま解明しよう、やだ、かごやんがいい、んかごやんがいい、かごやんでいい、かごたんのまんまでいい、これはかごたんだけど私は解明しないです、かごたんありがとう。ピヌシーさん、ピヌシー、ピヌシーさん、いつも応援してるよ、頑張ってね、みゆちゃん、ファイト、ラブラブ、クップクップカー、ありがとう、オープンカー、アトム、アトムさん、PTY、ゆうちゃん韓国でもいつも応援してます、写真集楽しみ写真集いつか出しますね、頑張って、 PTY さんありがとう、カムサンダー、チェジヨン氏、あ、もぎさんと私の推しの人だ、パン活動は秋葉原の近くにお願いします、そしてサラダ美味しいところもどうぞ、わかった、またいつかお知らせします、カムサンダー、あ、松ぼっくりさん、松ぼっくり、松ぼっくりちょっと絵で描けないので、ゆうちゃん62シーテクタンド、セバゾットのメグゴングたくさんメディアでみゆちゃん見られるの嬉しいです、これからもずっと応援していくのでみゆちゃんよろしくね、よろしくね、松ぼっくりさんありがとう、やなちゃん、やなちゃんありがとう、やなちゃん今回のシングル選抜おめでとうございます、舞台やテレビのドラマに出ていて活躍している姿を拝見します、握手会も始まりますが楽しみです、応援してます、やなちゃんありがとう、会えるの楽しみにしてるね、なべちゃん、なべ、なべちゃんね、なべちゃん、みゆちゃん選抜席おめでとう、やっぱりみゆちゃんが選抜メンバーの一人じゃないとね、いつも、元気もらってるよ、今年夏もたくさんライブ劇場公演で手伝えて嬉しかった、また特別握手会で行くね、またショールームたまにショールームもするんでぜひお待ちしてます、ありがとう。
TYO さんありがとう。 TYO TYO、選抜席おめでとうございます。ダンスはもちろん歌も良くなって演技もさすがでした。これからもいろんな活躍を楽しみにしてます。ありがとう TYO、 これからもずっと見ててね。ありがとう。あ、赤木ひろしさん呼び捨てにしちゃった。赤木ひろし、赤木ひろしさんありがとう。また会えるの楽しみにしてる。ありがとう。あ、はるはる、なぎみ推しのはるはる、はるはる、まだ選抜おめでとう。タオのパフォーマンスを見ていつも元気もらってます。ありがとう、ありがとう。最近あんまり会いに行けてないけどちゃんと大好きなので。本当に12月会いに行くのにたくさん話そう。本当に自慢の推しメンです。大好き、ありがとう。待ってるよ。ありがとうね。ひぎょんにおにー、ひぎょんみーちゃん選抜おめでとう。リミスタが待ってきて嬉しい。スリン、キースリンさん、キースリンさん、キースリンさんありがとう。あ、リックスさん、リックス、シンガポールからのファン、ミミちゃんこれからも応援してます。ありがとうリックス、ありがとうね。 Thank you。 はい、あ、鍋パパさん、鍋パパ、鍋パパ、選抜おめでとう。いろんなことにチャレンジする姿勢は本当にリスペクトしてます。新生 KB48 引っ張っていく存在になってください。ありがとう、のみパパみたいに私もスティックに頑張るね。ありがとう。あ、のんた、のんた、ありがとう。のんた、みーちゃん選抜おめでとう。いつも素敵なパフォーマンスをする際魅了されてます。大好き、ありがとう。のんた、またね。あ、テオネオさん、ねお、ありがとう。ゆうちゃんは だいぶ上達しましたね。いつも応援してます。嬉しい、成長してるって。あ、確かにタイにドリアン食べに行きたいです。ありがとう。じゃあ次が大橋真嗣社長、ありがとう、ありがとうね。ゆうちゃん選抜今日おめでとう。選抜メンバーしかできないリベスタのインターネットサイン会楽しんでやってますか。楽しんでますよ。サイン届くの楽しみにしてるね。サインって何枚もらっても嬉しいんだよな確かに何枚合計であるんだろう、これまでで。ありがとう、またね。あ、ウィンパリー、ウィンパリーありがとう。選抜期おめでとう。あ、今日エミリーの誕生日なんや。エミリーね、卒業発表しちゃったよね、悲しい。直接お会いするために新潟におりますので、配信多分見えてないです。見れてるよねって言ってね。ありがとうね、いつも。ありがとう。せつこみかん、せつこみかんちゃん、みかんちゃんかな、みかん、あ、絶対みかんちゃんや。せつこみかんちゃんありがとう。みかん、みかんみゆちゃんこんばんは、いつも幸せありがとう。10月に新曲を歌ってみたフルバージョンをフルメンバーでやります。推しのみゆちゃんパートを担当します。この曲でみゆちゃんが意識してる振りのポイントあれば教えてください。また会いに
行きます、ビッグラブ。あのすごく止めを意識してます。せつこみかんちゃんありがとう、いつもまたね、はい、あ、ひよこさん、ひよこさん、ひよこさんありがとう。みゆちゃんのパフォーマンスが好きですが、みゆの人柄がもっと好きです。パフォーマンスは嬉しい、ありがとう、これからもよろしくね。はい、小次郎、小次郎ありがとう、小次郎中国からありがとう。シェイシェイ、選抜入りおめでとう。ナルトを大好きです。みーちゃんの笑顔が花のようでとても癒されます。チームメイトメンバーがいるから今の AKB がもっと好きになる。そしてずっとずっと応援してますよ。ありがとう小次郎、お会いに。はい、あ、香港のレックスさんありがとう、嬉しい。レックス、ありがとうレックス。あ、台湾のハスキー、ハスキー、ハスキー最近会えてないな。あ、ヒューがあった、うん、やった、やらかした。台湾のハスキーワンちゃんです。ワンちゃんの絵描いたけど出るかな、うん、ハスキーありがとう。あ、マロー、この前も会ったね、公園で。チェキ大切にしてくれてるかな、マロー、ありがとう。あ、ピシアー、ありがとう。サディカー、ミュージャー選抜行きおめでとう。ジャパンエピキスポでミュージャーに会えて嬉しかった。近いうちにまた会えることを願ってます。最近ミュージャーがいろんな仕事をもらっているのも嬉しい。これからも活躍を楽しみにしています。すすなーね、すすなかー、コプンカーン。はい、村田光三、村田光三ありがとう。こうぞこうぞ、ありがとう、嬉しい。村田こうぞまたね、ありがとう。ほいほい、ほいほい、選抜行きおめでとう。どんな事実も進撃に向き合うというみゆちゃんの決意に感動しました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほいほい、ありがとう、これからもよろしく。鉄ひろ、鉄ひろ、鉄ひろ、ありがとう。ガンバー紳士か、ごめんごめん、ほんと感じ弱い。鉄ひろ、みゆちゃんが選抜に選ばれて嬉しいです。いつも癒してくれてありがとう。大好きだ、大好きだ、ありがとう。あ、待って、鉄ひろありがとう。続いて鉄道好きコナンさん、
コーナー。コナン、こんばんは。選抜おめでとう、待ってたよ。ミオは大人っぽく見えるけど、ポケモンやりとりについてはその瞬間がキュートって書いてある。またショールームでめっちゃ趣味の話を聞かせてね。あ、よかった。真夜中のマーメイド、いい曲だよね。ありがとうまた話すね、いろいろショールームで。続いてカズマ、カズマありがとう。カズマスパーキのカズマ、ゆうちゃんのジャケットサイン会当たってとても嬉しい。次の話し会オンラインではぜひポケモンの話とかしたいです。話しよう、ポケモンの。よろしく、ありがとう。よし、はい、クックさん、おとといぶり。クックシー、ゆうちゃんただいま、62枚目シングルお帰りなさい。ありがとう。ゆいちゃんの62枚目シングル選抜をこれからお祝いします。ありがとう、クックだね。はい、あ、カボさん、カボさんこの前会ったよね、嬉しかった。いてカボ、カボちゃんの絵描いとこう。うん、新曲の新衣装、あのピンクのチェックのやつです。ありがとう、カボさん。次がランシュージェさん、中国のファンの方や、ありがとう。なんか汚れてたから。ラン、あ、オンシュージェさんや、ありがとう。はい、中国からのファンで応援してます。いつか日本旅行に行けた劇場、ぜひぜひ劇場で待ってます。ありがとう、ウォンちゃん、ウォンさん、ありがとう。ジンソルシー、アニョン、アニャセヨ。わー、ミュウちゃんがやりとりました。選抜復帰おめでとう、ありがとう、ありがとう。2023年こう下半期は学業と並行するために本当に大変な時間になると思いますが、一生懸命応援してます。充実した時間になることを願ってます。決めようね、ファイティン。よしめぎすんだ、ありがとう。あ、スタッチーさん、スタッチーさん久しぶり。ゆいちゃん車に興味ある？車ね、ノータッチなんだよね。そう、でも車の話聞いてみたい。スタッチさん、いつか車の話聞かせてね、ありがとう。F1 がね、三重ですごい盛り上がってたね。気になる、ちょっと。次、ベルさん、ベルー、リンリンリン、ベルリンリンリン。はい、ベルさん、サワディーカー、サワディーカー。今回みゆちゃんこの曲で見れて嬉しかったです。いつもみゆちゃんの笑顔に癒されてます。いつでも応援してるよ、みゆちゃん大大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 好き、 Love you、 チャラくん、ポンカー。ホッタ、あ、ホッタさん、ホッターさん元気ホッター。選抜復帰おめでとう。さらにいろいろなことを経験した下を楽しみにしてます。ありがとう、これからもよろしくね。あ、シノピーだ、シノピー。これだ
みーちゃんがいつも元気に頑張って活動してくれるから、私も仕事とかいろいろ頑張ろうと思います。いつも頑張ってくれてありがとう。いやこちらこそありがとう。笑顔で笑顔をくれてありがとう。シキラブチキ居抜くね、これからもありがとう。あ、こんばんは。タジ、田島タ。でもそれがいい。ありがとう。これからもたくさん会いたいね。ありがとう、タジさん。だね、タジ。何？沢さんの下向きさが今回の結果につながり、とても嬉しくてたまりません。本当におめでとう。ありがとう。嬉しい。嬉しい。選抜復帰おめでとう。ありがとう。嬉しい。嬉しい。またね。ありがとう。カズ。カズ。んちょ。みーちゃん選抜おめでとう。また選抜としてパフォーマンスする姿見ることができて嬉しいです。押すことができて本当に幸せです。これからも全力で応援します。頑張ってね。追伸キャンも可愛いよ。ありがとう。でもこれ書いてる時絶対お今日書いたのかな、このメッセージ。嬉しい。ありがとう。嬉しい。ちなみにこれが最後です。カズさんありがとう。はい、ありがとうございます。はい、一部以上です。ありがとうございました。結構駆け足だった気がするんだけど、でもなんかみんな知り合いだったから、初めての知り合いばっかですごい楽しかった。久しぶりにリミスタ本当に帰ってきたんだなってすごい思いましたすごい思いました。すごい楽しかったです。2部もあるのでぜひお待ちしてます。ありがとう。届くの楽しみにしててね。1部の方、2部も申し込んでる方は2部も楽しみに。じゃあ切っちゃっていいのかな。切っちゃっていいんですかね。はい、じゃあまた後でね。ありがとう。また後でうん、来た。はい、皆さん2部よろしくお願いします。じゃあ始めるね。早速ちゃんや、選抜復帰おめでとう。嬉しすぎて泣いちゃうよ。どこにいても見つけるし、そんな時でも応援してるから、みゆちゃんの思いにチャレンジしてくださいね。これからミューディーとともに本当におめでとう。ありがとう、ちゃんやちゃんや。ちゃんやありがとう。だね嬉しいちゃんやです。ひかる、次ひかるだ。たよちゃん久しぶりです。ひかるです。シングル復帰おめでとう。マジで心の底から嬉しいです。10月28日の握手会、京都から行きます。夜勤明け直行で幕張に向かいます。やばい。お疲れのところありがとう。本当に初握手です。初握手か、嬉しい。ひかるありがとう。ひかる、ひかる、はい。あ、インスタ、いえいえ。じゃあ初握手待ってるね。あ、ひろくん選抜復帰おめでとうございます。頑張ってください。ありがとう、ひろくん。ひろー、ひろくんありがとう。ローソンおじさん、ローソンおじさん、選抜おめでとう。みゆちゃんの頑張りがあったから選抜になれたと思います。今回もみゆちゃんの精一杯で、ますますファンを獲得してね、応援してるよありがとう、ローソンさん。これからも一緒に頑張ろうね。ありがとう。次、赤星慎吾さん、慎吾ありがとう。赤星慎吾
はい、選抜いろんな歌番組でみゆちゃん見れるのすごく楽しみにしてます。楽しみにしててください。ありがとう。福岡の高文、選抜おめでとうございます。ありがとう。福岡の高文ね、高文、いちごとか有名だね。あまおう大好き。パフォーマンスを見て元気にさせてくれてありがとうございます。今後さらなる活動を期待してます。応援してます。ありがとう福岡の高文。またね。トムトム武道館3日間全部行きます。楽しみにしてます。ありがとう武道館楽しみにしててね。待ってる。ありがとうトムトム。次、あやかんだ。名前が変わってる。あやかちゃん、リブもサインありがとう。この前のささやきラジオもありがとう。ニュー好きで早くパン屋さん行けますように。そして下和田好き、お揃いのものも楽しみにしてます。そう、いろいろお揃い買ってくれてありがとう。いつも大切に使ってます。ありがとう。マホリンありがとう。マホリン、宿を書きたいけどちょっと難しいからさ、一応見れなかった。マホリン、ヤホー選抜復帰おめでとう。いつも頑張ってて本当偉いね。今日の仕事の予定だったけど絶賛新潟ウイルスで病院落ちねえ、マホリン、だから配信見れてるよ。どんな注射も効かないからタオのラブ注入してください。直して早く会いたいぞ。早くミュウイルスから解放、ちょっと解放されると困るから、インフルは早く直してください。注入ありがとう。マホリンありがとう。次が眠けんありがとう。あ、胸けんだった。胸けんこんばんは。選抜メンバー選ばれてよかったね。これからも選抜メンバーに選ばれるように頑張ってね。ところで下を見る写真集はまだですか？見たい？そんなに、いつかするかも。楽しみにしててね。ありがとう。もーくんどうも。もーくんありがとう。牛ってどんなんだっけ、こういう感じ。牛、もーくんありがとう。これからも精一杯頑張ります。ペッカゆうさんお元気ですか。イギリスからこんにちは。ヨーロッパに行きたいですが、サインありがとうございます。あ、ヨーロッパに行きたいです。すごい行きたいんだよね。でもなんかなかなかやっぱトークってさ、サインありがとうございます。今まだ勉強中ですが、日本語が下手な私を許してください。いや、日本語上手です。ありがとう、伝わったよ。いつかヨーロッパ行きたい。で、しゅんやだ、しゅんやー、しゅんやー、しゅんや。一発で選抜復帰さすがや。ありがとう、嬉しい。みんなの応援のおかげありがとうございます。しゅんやありがとう。あ、ケアイスさん、キスって読むんや。キスっていうことで唇。おちょぼ口。選抜復帰嬉しいよ。ありがとう、キス。またね。はねくり。はね。10月のコンサート見に行きます。楽しみにしてます。私も楽しみにしてる。見つけたいな。ありがとう、はねくり。落合ひろき、落合
選抜復帰おめでとうございます。ジョンマイラブ、笑ってもいいえ、ペコパン朗読劇と映画を見に行きました。演技をしているみゆちゃんが大好きです。ダンスと表現力、歌唱力のアップがすごいです。写真集の発売を期待してます。みんな写真集期待してるな。楽しみにしててね。ありがとう。続いて天聖、アートオブ48を見てファンになりました。ありがとう天聖。ダンス歌とってもかっこよくて大好きです。いつも応援してます。天聖嬉しい、ありがとう。待ってます。またいつか会いに来てね。ありがとう。ジョイポン香港さん、ジョイポン香港さん、ありがとう、ありがとう。みほ、みほありがとう。ありがとう。アイドルとしてステージ上でパフォーマンスしてるみゆちゃん、舞台上で女優として演じてるみゆちゃん、ふわっとしてるんだけど実はしっかり見てとても優しい、そんなみゆちゃんのことが大好きです。これからも思い出いっぱい作れたらいいな。よろしくね。こちらこそよろしくお願いします。みほありがとう。なん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 。10月13日はなんなんの65歳の誕生日。おめでとうなんなん、ハッピーバースデー。おめでとう。見に来てるかな今日。おめでとう。あ、なんなんおめでとうございます。魚魚今日はショールーム見られなくてすいません。オンライン話し会で会いましょう。大好き。オンライン話し会お待ちしてます。ありがとう。あ、ミューコムさん、ミューコム、ミューちゃんの AKB48 62枚目シングル選抜を心からおめでとう。心から嬉しい。ありがとう。ゆうゆう、ゆうゆう、あ、ギター書けばよかったかな。ゆうゆう、相変わらず手紙は書かない派で、自分らしく目に伝えられないこ伝えられることは何かと思いを巡らせてみるが、やっぱりギターを書き鳴らしながらダミ声で歌うのが一番自分らしい。これからもゆるくお付き合いください。こちらこそ、よろしくお願いします。どんな絵の形も私は嬉しいです。ありがとうございます。ゆうゆう、ありがとう、ありがとう。みぎみぎひらり、ナルトチャンネルいつも楽しみにしてます。ナルタオとメンバーとの関係性が知れて嬉しい。日々の編集が大変だと思うけど継続は力なり。そうだよね、そうだそうだ。ありがとう、ありがとう、ミギ。これからも YouTube 楽しみにしててね。みちお、あ、みちみちお、なんかフルネーム言いたくなっちゃうね。最近話し会とか会えるイベントが少なくてなかなか会えないのが寂しいよ。でも今度の武道館や握手会だとかマジでずっと楽しみ。嬉しい。これからもふざけて楽しもうね。ありがとう。だね。次、まさみち、まさみち、まさ、あ、見て、ちだけカタカナで書いちゃったんだけど、ちだけカタカナにしちゃった。書き直すね。まさみち。はい、まさみち選抜復帰おめでとう。みゆが頑張ってる姿にいつもパワーをもらってます。これからも素敵に輝いてね。応援してるよ。まさみちありがとう、嬉しい。あ、山じゅん、山じゅんさん、
山順、初順みたい、山順初選抜、あ、じゃあ新選抜メンバー発表の生配信をドキドキしながら見てました。みゆちゃんが出てきた時嬉しくて手を叩いて喜びました。みゆちゃん努力が報われて本当に幸せます、幸せます。今回も AKB としてはもちろんのこと舞台やドラマ等での活躍も楽しみにしてます。山順ありがとう、嬉しい、これからも見ててね。なっちゃん、下大西推し、なっちゃん、なっちゃん、みゆちゃん改めて選抜復帰おめでとう、いつもたくさんパワーもらってます、大好きです。私もなっちゃん大好きだよ、ありがとう。ひよぱーん、ひよぱーん、パン、アンパン買いとくね。選抜復帰おめでとう、リミストサイン会またできてよかったね。いよいよ新曲発売も近づいてきて、いろいろ忙しくなるだろうけど何事も楽しみつつ頑張ってね。ありがとう、ひよぱーん、ありがとう、これひよぱーんのパンのアンパン、ありがとう。しんご、あ、しんご、しんご、選抜復帰おめでとうございます。オンラインお話し会に今度行きますね。お、オンラインお話し会お待ちしてます、ありがとう、しんご。プレシー、おにゃーん、プレシー、次のオフラインイベントでまた会おう、クリスマスに行けたらいいな。うん、クラムたしまんなって勝ち、あんにょーん、あんにょーん。ありがとう、待ってるね、待ってます、切れよ。あ、ベンジャミン、ベンジャミン、再び握手会で会える幸せをかみしめてます、よろしくね、こちらこそ握手楽しみにしてるね、ありがとう、待ってるね。スタンリーシー、あにゃーん、スタンリー、退院したく応援します、学業とアイドルの両立と立派にこなしているみーちゃん応援します、ありがとう、本当に卒業できそうなのでギリギリ頑張るね、ありがとう、かみさみんだ。次がやむちゃん、やむちゃん、やむちゃん、輝いてるみゆちゃんを見ることができるのは嬉しいね、やっぱりいっぱい見ちゃう、いっぱい聞いちゃう、いっぱい見ちゃう、いっぱい、いっぱい会いに来ちゃう、はい、待ってます。いっぱい待っちゃう、ありがとう、じゃね。あ、梅たん、梅た、梅た、映画、舞台、ドラマ、全部見に行かせてもらって、みゆちゃんに出会わなかったら触れられなかった素敵な作品たちと出会えて、いろんなみゆちゃんを 知れてますますみゆちゃんを好きになりました、わら、みゆちゃんさらんよ、さらんよ、ありがとう、メタ、嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとう、ありがとう。4に、あと大切なみゆへ選抜復帰おめでとう、やっぱりみゆはやり遂げると思った、より多くの可愛くて素敵な姿を見ることができて嬉しい、18日私の誕生日に劇場公演で会えて本当に嬉しかった、私にとって大きなプレゼントになってくれてありがとう、みゆやさらえよ、みゆやさらえよ、こまもよ、かみさんだ。嬉しい。ありがとう。続いて LC1203、 ゆうのすべてのパフォーマンスが私の日々の活力になってます、ありがとう、これからもファイトだよ、ありがとう、 LC1203 もファイトだよ、
ありがとう。嬉しい。しほこ。しほこ。みゆちゃん選抜入りおめでとう。超嬉しいし超楽しみです。この幸せな気持ちをありがとう。みゆちゃんがアイドルなんかじゃなかったら私はこの気持ちを味わえなかったし、好きだと伝えられなかったので、みゆちゃんに大感謝。ありがとう。大好き。ありがとう。嬉しい。いつもお手紙もありがとう。ありがとうね。嬉しい。かずき、かずき、なんかカズキって実いいね。なんかあ、ウィンザーユウのおかげでとっても楽しい日々を過ごすことができてます。 AKB 仲間で新しい友人も多くできました。ありがとう。仲間たちと一緒に新曲とミンを精一杯盛り上げるの一緒に頑張ろう。頑張ろう。ありがとう。ありがとう。カズキだね。ユキ、ユキちゃん、ありがとう。ゆきうさぎゆき、みゆちゃん改めて選抜お帰りなさい。今回のシングルもみゆちゃんに会いに行けるように大学頑張るね。体調に気をつけてお互いダンス頑張ろうね。頑張ろう。ありがとう。服とかダンスとか本当にありがとうね。いつも嬉しい。またね。あ、どうしじゃけん、どうしじゃけん。猫かいた。猫。みゆちゃんお疲れ様。全国ファンミもアンダーではなく選抜として全部に参加できるけど、これから半年は学業と両立で大変な日々頑張りを見守ることしかできない。ごめん、会えるのがチーと減るけど我慢。半年後にはみんなで歓喜の祝賀会しよう。頑張りんさい。ありがとう。頑張るわ。頑張るね。またね。ありがとう。でもちょっと会えなくなるのは寂しいね。待ってるからね。みつろ、今日誕生日、誕生日だって。おめでとう。何歳なんだろう。ケーキ、はい。みつる誕生日おめでとう。これ誕生日ケーキ。紙だけど。これからもよろしくね。からだにピース。選抜復帰で極東ロシアまで来ていただけて、私は嬉しさのあまりに卒倒してしまいました。本当にありがとうございます。北海道といえばドリカム、ドリカムといえば嬉しい、楽しい、大好き、あ、嬉しい、楽しい、大好き。12月極東ロシアで待ってます。楽しみにしてます。カーザインピースさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。え、私名前呼ぶの忘れた？もしかして誰の忘れたかな。なんか、カダンピーさんありがとうございます。じゃあ次、クワク先生、クワハクソン仙人、クワハクソン仙人。ソン仙人、仙人。この夏に食べたかき氷の中で一番記憶に残るかき氷を一つだけ選ぶとしたら何か知りたいです。栗のかき氷です。大好き、美味しかったです。ちんちゃませっさよ。おすすめ、ありがとう。かんぱんだ。もぐけじゅせよ。やすひろ、みゆちゃん選抜行きおめでとう。みゆちゃんは選抜に欠かせない存在だと思います。これからも神推しです。やすひろ、ありがとう。これからも神推しでいたいです。ありがとう。
次ナブナブナブです。最近の公演振り付けの部分で、あ、〇〇な部分は〇〇に表現しなければならないのように自分で気にしてる振り付け、トレンドというかポイントはありますか？いつも完璧なパフォーマンスを見せてくれるみゆちゃんなので気になりました。え、私ですか？私はですね、あのフィーリングまあ第一にフィーリングと、あとはまあそうですね、この振りはどういう意味なのかなって考えるようにしました。はい、なんかあんな先生とか言いそうじゃないですかね。なんかこれはどういう意味かちゃんと考えなさいって細かくね。そうだから、そういうのちょっと考えるようになりました。はい、ナブさんありがとう。次が小田、小田入り小田5月の生誕祭を劇場で見てました。今回初めて参加します。これからも応援してます。選抜一期おめでとうございます。ありがとう小田、これからもよろしく。初めて参加してくれて嬉しい小田ありがとうね。また待ってるからね。ありがとう。ぬこっぱ、ぬこっぱ、ちょっと文字のミスが多いです一部に比べて。ぬこっぱ、ぬこっぱ、みゆ姫さん、マイフグをたくさん食べるとこんなにそんなに綺麗になりますか？いや、それはもともとみゆ姫様が綺麗だからです。目のフグヌーコッパより。ハムさんだ。ちょっと読んでて袋を。はい、ヌーコッパ、ハムさんだ。ありがとう。ありがとう。確かに給食でフグ出てたな、矢野口県。次、インニン。インニン。にんにん、じゃあ久しぶり中国からのファンです。選抜復帰おめでとう。今ロンドンに住んでいる。リアルお話し会は参加できない。でもオンラインお話し会を参加する予定です。とても楽しみ。いんにん、楽しみにしてるよ。そうだよね、この前話してくれたもんね。お仕事頑張ってね。ありがとう。ゆったゆったさん、ゆうちゃんの選抜入りを一番最初に実感するのがリミスタのサイン会なので、サインをもらえて嬉しいです。選抜に入ってくれてありがとう。いや、こちらこそありがとう。申し込んでくれて嬉しい。ありがとう。ゆったん、これからもよろしくね柳、みゆちゃん、さっきぶりです。先ほど当たってくれてありがとう。にさびもしょうがないな。だけど寝坊はやめられない。あなたは向かっているのね。パンカツしてくれてる。セリちゃん裏切れないとうまっ。今度怒られに握手会に会いに行きますね。はい、待ってます。はい、待ってますね。絶対待ってますよ。みゆ大好き、ありがとうありがとう、待ってるからね。だね、来てもらったらあれだね、私の目の前で同じフレーズを歌ってもらおうかな。はい、じゃあ続いてザゼロさん、下はみゆ姫様と鉄様とアミちゃんとボールドゥール姫様と安井春日様、今年は俳優という夢のルートに一歩ずつ進む年でしたね。ますます広くなって発展するみゆ姫様の演技を見ながら幸せです。来年の演技編集も楽しみ。みゆ楽しみにしててね。ありがとう。確かに本当に今年はなんかいろいろと恵まれた1年ですよね。すごい幸せだなって思う。ダゼロさんありがとう。すごいいい振り返りになった。ありがとうね。またね、また演技の話しようね。ひろゆき、選抜復帰おめでとうございます。先日シューチャーのペコパーのサイン色紙に当選しました。映画はまだ見れてませんが DVD でなら買います。
ニューシングル発売で、これからミューさんをたくさん見られるの楽しみです。北の大地から応援してます。メダルピーチさん、メダルピーチさん、ありがとう。みのゆきピーチってことだったので、ピーチの絵、ありがとう。メダルピーチさん、またね、ありがとう。タンダ流星、タンダ流星、みゆちゃんへ、かわいいよ、大好きだよ、10月22日に会いに行くね、待っててね。待ってます、みゆちゃんのうちは持っていくから見つけてね、頑張ってね、いつもお手紙読んでくれてありがとう、また書くね。流星ありがとう、この前も手紙もらって嬉しかったです、ありがとう流星、またね、まとまってるね。すごい、ひろゆきって名前に反応してる。あ、ギョギョッパー、みゆちゃんこんにちは、いつもみゆちゃんの活動を心から応援してます、元気で、いつもお話し会のたびに神様の反応をよくしてくださってありがとうございます、でも可愛くて笑いを失うことができないようです、オンラインお話し会楽しみにしてます、愛してます、ありがとう、ギョギョッパー、ぎゅうぎゅう、おっぱ、ぎゅうぎゅうおっぱ、감사합니다、きれい、다시만나요、ていちゃん、あ、ていちゃん元気、ていちゃん、みゆちゃんこんばんは、改めて選抜復帰おめでとう、この前劇場でみゆちゃんのダンスを見て、なんと無意識に涙が出てきました、ていちゃんで、みゆちゃんのパフォーマンス本当に素晴らしくて魅力的です、大好きです、ていちゃんありがとう、また劇場で会おうね、ありがとう、またね、こんにちは、こんにちは、頑張ってください、10月28日幕張メッセに行きます、よろしくねパーなんでパー、ありがとう小西、10月28ね、分かった、待ってる、またねありがとう、あ、青くん、青、すごいシンプル、みゆ愛してます、ありがとう嬉しい、嬉しい、ありがとう青くん、さないよ、カナダのユン、カナダのユン、カナダのユン、ありがとう、ありがとう、 Thank you so much、 Thank you so much、 あ、ちひろさん選抜おめでとう、MV や歌番組で見られると本当に嬉しいし、みゆちゃん、みゆのビジュアル最高っていつもなる、選抜に限らずみゆのいろんなおしご活動をこれからも楽しみにしてるね、体に気をつけてお仕事や大学頑張ってね、昔も今もそしてこれからも大好きです、ありがとう千尋さん、ありがとう千尋さん、これからもよろしくね、ありがとう、ほい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 ここで一句、下を見ず上だけ、上だけを見て歩む君、後ろを見れば笑顔の身より、素敵、素敵すぎる、ありがとう、みんなずっと笑顔でいようね、ありがとう、あ、サインさん、ゆっちゃん、サワディカ、おー、How are you? Please come to Thailand again. I like me and IKB48 very much.イエーイ、ありがとう、I want to go Thailand
Thank you コポンカークマちゃん。くまちゃん、くまちゃん、いつもゆいゆいハッピー来てみゆちゃんに求婚してる人です。この度公式にみゆちゃんが 1.5 推しに昇格したことをご連絡します。みゆちゃんの顔が銀河で一番タイプです。可愛い性格や天然なところ、可愛いパフォーマンス、かっこいいパフォーマンス、すべて好きだ。絶対結婚しような。はーい、みゆのくまちゃんありがとう。みゆのくまちゃんだもんね、ありがとう。西野圭吾さんありがとう。圭吾、前から大好きでした、いっぱい褒めたいので今度握手会でよろしくです。たくさん褒めてください、握手会待ってます。ありがとう圭吾、ありがとう。あ、カティカティ、ありがとう。気づいたら目で追っていて、気づいたら好きになっていて、今ではもう虜です。いつも優しさと笑顔に元気をもらってます。ありがとう。改めて選抜復帰おめでとうございます。この先もずっと応援し続けるって約束は永遠です。これからもよろしく。大好きカティ、ありがとう。あ、待って、見えちゃった。ありがとう。ジンソルシー、ジンソルシー、カムサンダー。みゆちゃん、はい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 。 AKB48 選抜おめでとうございます。普段実力が本当に良くなりました。やった。これから少し、もう少し、たくまして、ソロコンサートも選択曲ももらえるようになることを期待してます。ファイティーン。わー、ジンソルシー、ジンソルシー、ありがとうございます。カムサンダー。シノピー、シノピー、ありがとう。みゆちゃんへどうも、シノピーです。今日もリミスタお疲れ様です。検証員にはなってませんか。いつも頑張り屋のみゆちゃんが床で寝落ちしてないか心配しながら夜寝につく毎日です。最近はしっかりベッドで寝れてますか、心配です。最近も相変わらずです。検証員は大丈夫です。ありがとうございます。ありがとう、シノピー。シノピーもベッドでゆっくり寝てね。ありがとう。キデキ、キデキ、みゆちゃんこんばんは。選抜復帰おめでとうございます。握手会で会えるの楽しみです。ナルタ公演良かったです。やった。エイズの曲を公演で聴けて感動しました。また開催してほしいです。これからも応援します。無理せず健康に気をつけてくださいね。ありがとう秀樹、ありがとう。またナルタ公演とかあったら来てね。ありがとうね。これなんて読むの、ちょっと読み方がわからへん。すごい難しい感じ、難しい感じです。とってもはい、大好きです、頑張ってくださいって。ありがとう、ち頑張って書いたから届くの楽しみにしててね。ありがとう。はい、次がラストです。ピーヌシーさん、ピーヌシーさん、ありがとう。みゆちゃん大学ファイト、疲れたら休めばいい、タイに遊びに来てください。マンゴーともち米かき氷はとても美味しいです。タイ茶のかき氷はとても、タイ茶のかき氷、お茶のかき氷なんてあるんだね。ありがとうピーヌシーさん、本当に行きたい、タイ遊びに行きたいです。はい、いつか行きます。ありがとうピンヌシーさん。はい、以上リミスター終わりです。ありがとうございました。本当にね、申し込んでくれてありがとうございました。すごく楽しかったです。久しぶりのリミスターだったからね。
また次のシングルでもリミスタできるように頑張るし、みんなもぜひ応援してくれたら嬉しいなということで、これでリミスタは終わります本当に来てくれてありがとう。またショールームするね、待ってます。ただこの楽しみにしててください。申し込んだ方はぜひぜひじゃあすごいたくさんメッセージで元気もらったので、今日はちゃんとベッドで寝たいと思います。ありがとう。じゃあおしまいにします。優しく切るね。またね、ありがとう